拓磨のこのフランスグランプリにかけるインタビューが届いています。まあ、前半戦特にいろいろ開幕からねちょっと苦しんできたところはあるんですけど、まあ、北米ラウンドですごくねいいポテンシャルも見せられたと思うし、まあ、少なくともあの先週のヘレスのテストでは、まあ、ヨーロッパに戻ってきたこのハイダウンフォース仕様のねパッケージで車もすごく感触がいいんで、まあ、とにかくあの結果を出していきたいなと思ってます。まさに仕切り直し、佐藤拓磨、森脇さん、はい、いい流れを掴んでほしいですよね。そうですね、まあ、本当に今年の BAR はいろいろなことがあったためにですね、はい、乗り切れなかったと思うんですけれども、後半に向けて本当に走りだけに集中してもらいたいですね。そうです。ミシュランに対する注目関心度も、と同時にやっぱりブリヂストンという意味で改めて、はい、まあ、今シーズン始まる前から言われてましたタイヤに関する件、注目度高くなってますよね。はい、さあそして小倉さん、はい、BAR とホンダチームが映ってますけれども、確か執行猶予中だったと思いますけれども、 そうですね、その件とアメリカグランプリの件、何かこうリンクしますか。はい、サンバリのグランプリとの重量規定違反、はい、これで、向こう1年間6ヶ月間の大きく得点倍増でこうなっちゃいましたもんね。チャンピオンシップはものすごい遺跡になりましたよね。はい、さあ拓磨がそして映りました。あの普通のウェットタイヤ、縦に溝1本が見える。 BAR ホンダ勢としては今回の感触、はい、まあ、初日を終えた時点ではどんな雰囲気でしたか。エンジンが新しいですよね。うん、この新スペック、まあ、BAR ホンダもいろいろあって、まあ、2レースを相形で終わって、はい、まあ、カナダアメリカはやはりエンジンの厳しいですから、高負荷対策エンジンということで、ある意味レースのいわゆるレースドラマの中でのポイントになってきますよね。はい、まあ、タイムとか云々というセットアップというよりも、はい、そういったレーシングドラマ。さあそして BAR ホンダでは佐藤拓磨が映りました。今1コーナーに向かって拓磨のマシンが行きました。これ中古ですね、タイヤ。あ、昨日からの引き続きのタイヤですね。はいはい、初日も十分にそのロングランを行ったという BAR ホンダ。はい、さん、この週末の拓磨選手、そして BAR ホンダ勢を取材されてはどんな印象を持たれてますか。うん、あの車なかなかいいですね、感じとして。おお、大きいテールが流れましたけれど、はい、あの若干アンダーが出てるっていう、若干ね、あのアンダーが出てるっていうハイスピードコーナーで、それ以外はあんまり問題なかったみたいですね、昨日も。うん、次週がホームグランプリという形で迎える BAR。 あーと、こちらは乗りたい乗りたいデイビッチさん。そうですね、うん、1秒以上ですからね。ナイコネルとフィジケラとの、さあ拓磨13番手、1分17秒214です。これしかしまだまだ河合さん、現時点での気温ってのはそんなに上がってないですよね。上がってないですね。そうですよね。20度ぐらいですね。20度ぐらい。はい。で、路面温度22ですね。これがですから予選でどこまでこう天気の回復とともに変わっていくのかどうか。いや、だから嫌なのはチームにとってなのが、明日は、私たち路面温度この倍以上になりますからね。そうですか。予想的にも完全回復。だからルノーにすればや、あのルノーは決してタイヤに優しい、特にギアタイヤに対して優しい車ではないですから、あのここ結構トラクション、大きくトラクションかけていくところあるじゃないですか。何箇所かヘアピンの立ち上がり、小さなコーナーの立ち上がりっていうのは、はいはい、そういう意味だと、昨日のロングランはまだ気温低い状況、今日も低い状況、そうですね、ここまで明日どうなんだろうなっていうのはチーム、あの昨日の
何人かの人たちと話してて思い、言ってましたよ。ヘレスでは実はそれがダメだったんだよね、暑くなるとっていうふうに、はいはい、結局そういうチェックをこの金曜土曜とできない状態の中で日曜の決勝を迎えなければ、はい、それでなんです ね、 その昨日問題がないこと自体がかえって怖い、うん、怖いというコメントになってくる。ルノー勢のさあ、そして VAR ティケアン・モンテイロということになりました。さて河合さん、はい、この後の予選に向けての見どころをちょっと改めてお願いいたします。この3ヒットって、はい、例えばエンプティタンクで昔の、ね、予選燃料でやると、非常にドライバーの腕の差が出にくくて車の順序通り並ぶんですよね。で、皆さんだから結局は、それで3ストップっていうこともあって燃料の量はそんな変わらないと思うんですね。長いのやろうか短いのやろうかっていうか均等的にやってくるのかもしれないし、ですから2よりね、2の方が変動幅大きいですけども、3だと少なくなると思うんで、はい、結構接近戦になると思うんですよね。今の状況でも14秒4から、はい、そこから1秒落としたところまで、ちょうどクルサードまでですか、11台いるわけですから、上位11台がね、そうですね、0.85 秒以内に、はいはいはい、そうですよね、だからこれ燃料量がちょっと問題になってくると思うんですよ、うん、だから、そこのチームとしては設定が難しいでしょうね。なるほどね、はい、まあでもこれはちょっと楽しみというふうに言えるかもしれませんね、そうですね、はい、残念ながら裏切られたのは新しい空力パッケージを持ち込んだウィリアムズ、昨日の段階であの程度の気温で大きな穴開けてましたから、それはダメでしょうと。はい、確かにウェーバーとハイドフェルドはその今解散の言った接近の外になってますもんね。ウェーバー12番手、はい、ハイドフェルド15番手でしたもんね、はい、ということでさあでは、予選直前までまた河合さんには取材していただいて、この後の予選の中継でまたよろしくお願いいたします。